鉄西大寺駅前に来ました、山上容疑者、彼目線というか加古さん、ちょっとなんかここ現場こう見てみて見えることってありますか？強人犯人原見た自称言語を迎え行動一切区役者に献花台に向かう列、すごい列です。申し訳ございません、こちら通路となっておりますので立ち止まらずによろしく。はい、加古さん、こんにちは、お久しぶりです。こんにちは、お久しぶりです。はい、もう本当にね、嫌な事件が起こってしまいまして、それがもう昨日、はい、この今奈良の近鉄西大寺駅前に来ました。ロケ入ったんですね、すごいです。はい、だからもう僕もちょっとやっぱりね、もう いたたまれないというか、なんというか喧嘩だけしようと思って、はい、ほんで、はい、ちょっと独協だけしようと思って、そのうち安倍元首相のお墓とかも東京にあると思うんでね、またお参りはお参りで、そこは別で行こうと思うんですけれども、はい、今もすごい人です、ここ。ほんで、雨がちょっと、ゲリラ豪雨がひどくてね。だいぶこれマシになったんですけれども。はい。あってね、やっぱり。それでね、ちょっともうここが現場なんですけれども、ガードレールが見えるでしょ？わかりますか？歩道が、横断歩道があって、ガードレールがあって。はい、あそこなんですよ。結構広々とされてるとこなんですね。うんうんうん。ただガードレールのちょっとこう囲われてるところで、はい、もうね、昨日も撃たれたんです。はい、だから犯人の、山上容疑者、はい、これ彼目線というか加古さん、ちょっとなんかここ現場こう見てみて見えることってありますか？そうですね、彼からのメッセージっていうところで、はい、今の彼の心の中です。うん、自分は何も悪くないって、なんだろう、孤独感とか、うん、なんか心の中で勇者、自分はすごく満足で勇者っていうイメージがたくさん出てきます。だから全然反省とか何もないです。あー、なるほどな。だから なんかちょっとこう安倍首相が絡んでる宗教団体のおかげでなんか自分の人生がダメになったとか、なんかちょっと逆恨みというか、なんかそんな感じのようなことは書いてたので、はい、何か彼は多分すごく真面目な方です。親御さんの愛情をあまり受けてられないと思います。だから余計に一人で突っ走る、人のことを分からずに突っ走るって傾向があると思いました。はいはいはい。それがもうなんかね、あんな感じで一人でわーなって。そうですよね。あ、一つ思うのはすごく頭のいい方です。はい、だからいろんなことを考えて考えて考えて、そういう行動に出られたっていう感じもします。なるほどな。はい。あ、だからまあまあこんなもね、平和なここもうすごい普通の奈良のね、近鉄沿線の駅前なんですけれども、はいはい、ああいう惨劇が起こっちゃって。そうですよね、うん、なんか本当に日本ではありえないっていうか、はい、手製の銃が作れるっていうのがもうすごい驚きですね。それか、まあ、あんなんだからネットで見たらなんか作り方とか出てくると思うの。ああ。だからそんな見て作ったんやろな。うん。ああ。そういう風に殺めるっていうことができるってことがね、はい、なんか信じがたいです。ああ、まあまあ、だからね、加古さんの言った通り、こうわけのわからん正義感で、あれなんやろな、もう自分はただそれはもう自分正しいと思ってなんやろな。はい、もう勇者っていうイメージですね。ああ、彼捕まった時にあれだけ無表情っていうのは本当にそういう感覚じゃないと無理だと思います。
はあ、はい、もうやった感じがなかったんだ。なるほどね。ちょっとカッコさんの見えること何か僕も聞きたかったので。はい、ありがとうございます。うん、はい、お疲れ様でございます。いえ、すいません、ありがとうございました。はい、礼しありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ではまた。はい、失礼します。新疆漢字大暴殺狂人犯に腹見た自称剣豪向かい行動一切区役者利子地球へ空空風意識式属税空空作税式重装病式ギャテ腹装ギャテ無事そばか犯に新疆ね、現場でちょっともうお花買いに行くの、駅前の花屋さんもすごい人でいっぱいやったんで、お水だけ買って、お供えして独居しましたけれどもね、本当にこんな平和な普通の駅前で惨劇が起こってしまったわけですが、僕の見解から言わせていただくと、あれね、もし誰か職質して止めてたら起こんなかったわけでね、たられば言っちゃいけないんですけども、僕も金髪の時、ね、新宿でいっぱい職質されて、だから職質は要は、ね、警視庁24時とか見てたら長年の刑事の勘が働いて止めたら犯人でしたとか言ってますけども、あれはもうほとんどそういう話はなくてマニュアルです。だからラッパーの翔くんとかね、しょっちゅう職質されるわけやし、あんななんかタンクトップでタトゥーだらけやしてね、で俺かって、このおっさんが金髪でうろうろしとったらもう職質されるわけで、だから山上容疑者の風貌を見て、ああもうこれはちょっと職質されることはないなって感じでしたね。ほんでね、東京でもね、こうやっぱりサミットがあったり、この前のバイデン大統領が来るってなったら、地下街とか警官がすごい立って本当に職質バンバンするんですよ。でそこでもうなんか空手のミットとか持って歩いてたら、ちょっと何されるんですかって、もう速攻来るんですよね。でだからおそらく駅の周り、もしね、昨日そういうことをやって、もう警官がとにかく職質してバンバン止めてポッケンしてたら、そういうこともなかったのかなとも思いますしね、もうあくまでも本当たられば言っちゃダメなんですけれども、勘の働く刑事が山上容疑者止めてやってたらね、事前に防げたのかもしれないですし、それでね、あれこう動画見てたら、後ろから来てる、あんな絶対安倍首相演説してて後ろも誰か警備いないとダメなんです。だから今のこれね、もう首相退いちゃった方なんで、もうあくまでもやっぱり日本なんでね、もうその拳銃持って襲ってきてっていうのはもう完全に想定してないわけで、だから警官も防弾チョッキして銃持って、だから本当ならこうアメリカ、僕も24年長いことおったんで、アメリカの次元なら、まあ後ろにも人が立って、ああやって人が寄ってきた時点でも警官が銃出してフリーズ、止まれっていう、止まらずにもうここも銃出そう、ポケットに手突っ込んだ時点でもう撃ちますから、はい、だからもうなんていうんですか、駐車場とかガソリンスタンドで警官が犯人取り囲んで銃構えてるっていうシーン何回か見たことありますし、うん、もうアメリカならもうね、そうやっても速攻撃たれるわけで、王室の方、現首相とかね、そういう方が演説されるってなったら、また話は違ってくるんかなと思いますけど、やっぱりこうありますからね、こういうことね、やっぱりもう防弾チョッキ構えて、いつでも対処できるように、うん、
しとかないと、全く銃に対して、まあ、それはもうナイフ持ったやつがわー来て取り押さえてっていうのはやってるのかも分かんないですけれども、それは想定してるのかも分かんないですけれども、あくまでもね、やっぱりもうたられば言っちゃダメですけれども、まあ防げるのは防げてね、もっとやっぱりちょっと注意してた防げたのかなって感じで、本当にもういたたまれないです。僕も本当にもういても立ってもいれなくなって、ちょっとね奈良まで来たんですけれども、はい、ねえ、もう本当に安らかにお眠りくださいとしか僕は言えないですけれどもですね、はい、もう次から次へともすごい人たちが今もうここ駅前もすごい人たちです。はい、そんな感じでね、ちょっとカメラそちらの方にも現場の方にも向けときますので、画面通して手を合わせたい方は合わせていただいたら結構だと思いますので、はい、安倍首相本当にね、コロナの一番大変な時にね、首相されて、本当やったらもうオリンピックを華々しく終わらせて、退任いう形やったんやろうけれども、ちょっと本当にもうね大変なことになってしまって、一番大変な時にも首相ね、してくださって、あの時も誰がやってたって文句言われたと思うんですよね。それももうちょっと一手に引き受けてやられて、もう本当立派でした、ありがとうございましたと、安らか眠ってくださいとしか僕も言えないですけれども、はい、ちょっと現場カメラ向けますので、手合わせたい方は手合わせてみてください。安倍晋三、元内閣総理大臣様、本当に安らかに眠ってください。こんな形でね、両団に倒られて、本当に無念だと思います。安倍さんの分までしっかり頑張って、日本のね、ために経済回して頑張っていきます。安らかに眠ってくださいとしか言えませんけれども、本当にまたこういう事件が起きませんようにね、お見守りください。本当に安らかにお眠りください。お疲れ様でした。